南シナ海に面した英国自治領ブルネイ。アジアで最も豊かな資源国と言われるブルネイの首相官邸にアブドルアジス首相を笹川会長は表敬訪問されました。経済的にも大変密接な関係にある両国の友好と親善を一層深め、親しく語り合われた会長とアジズ首相はお互いの健康と活躍を祈って有意義に会談を終えました。アブドルアジズ首相と会談した後、会長はサルタン・ボルキア国王を宮廷に表敬訪問されました。会見は40分にも及び、ブルネイの日本笹川会長に対する期待の大きさが感じられる会談となりました。ハンセン氏病療養所や盲人学校を視察される目的でパキスタン、インドなどを訪問した笹川会長は、インド・ニューデリーにてギアニ・ザイル・シン大統領を表敬訪問されました。会長の名前は天然痘撲滅の実績によってすでに広く知られており、大統領も会長の多岐にわたる活動を高く評価しておられ、会長の訪問を心から歓迎されました。初対面にもかかわらず、会長と大統領はすっかり打ち解け合い、時の経つのも忘れて語り合われました。大小1万3000以上の島々からなる多様性を持つ統一国家を目指すインドネシア、そのハンセン氏病対策の病院セレベス・ウジャン・パウダン・ライ病院建設に対する100万ドルの援助金を贈呈するため、インドネシアを訪れた笹川会長は大統領官邸にスハルト大統領を表敬訪問されました。会談でスハルト大統領は、ハンセン氏病患者には単に治療を施すだけでなく、リハビリテーションを行って患者の社会復帰にも力を注いでいる旨を報告。ハンセン氏病撲滅に向けて邁進する笹川会長もその疾病対策を高く評価し、大きく前進するだろうと確信しました。赤道を挟んでちょうど反対側、日本の21倍という広大な広さのオーストラリア、世界空手道連合会長でもある笹川会長は空手道世界選手権大会に出席するためオーストラリア・シドニーを訪問。その際、シドニー国際空港でオーストラリア連邦ボブ・ホーク首相を表敬訪問。短い時間の会談ではありましたが、すっかり打ち解けて話し合いました。世界を股にかけて活躍する笹川会長の最も多い訪問先、アメリカ合衆国。日米の社会的文化的架け橋を担い、自らその任を推し進める笹川会長は、ニューヨーク国連ビルに多忙のバビエル・テレス・デクエアル国連事務総長を訪問。事務総長も会長には最高の敬意を表し、会長の日頃の援助に深く感謝されました。連合世界大学アメリカ西部分校開楽式に出席するためニューメキシコ州モンテズーマを訪れた笹川会長は、その開楽式で連合世界大学の総裁でもあるチャールズ皇太子と会見しました。その名の通り、国際色豊かな学生と参列者が一堂に会する盛大な式典に出席できたことを笹川会長はとても喜び、その国際理解と地域社会への貢献を理念として各国から集まった学生で構成される連合世界大学の意義を再認識し、開校を祝福されました。アメリカを訪問する際、スケジュールに時間が空くときは必ずと言っていいほどあって旧交を温め合ってきた親友ジミー・カーター元大統領の私邸を訪れるため、笹川会長は
アトランタから350キロのプレーンズに向かいました。今回の訪問は、以前カーター元大統領が東京の笹川邸を訪問した際、今度はぜひ私の家に寄ってくださいと要望されて訪問されたものです。カーター邸で旧交を温め合った後、笹川会長はカーター家のお墓参りをされました。よく晴れた暖かい日差しの中を、笹川会長は自ら花輪を持ってゆっくりと力強く歩みを進めます。右側がお母様のお墓でございます。左側がお父様のお墓。まずさっきお学園になったお父さん、笹川会長のカーター家へのお墓参りのお返しに、カーター元大統領が今度は笹川家のお墓参りをしたいという申し入れを、笹川会長は快く受け入れ、カーター氏が来日。箕面市小野原にある笹川家先祖代々のお墓を訪れました。理事就任を中心とする行事のため、笹川会長は中米の中央に位置する立憲共和国コスタリカを訪問されました。大勢の歓迎の人々が見守る中、ルイス・アルベルト・モンヘ大統領を表敬訪問。大統領官邸を訪れた笹川会長は、言論出版の自由が保障され、軍隊を持たない平和主義が広く浸透した国民性に共鳴する点があると大統領に敬意を表し、親しく語り合いました。マルコバの丘に立つキリスト像、強烈なサンバのリズムに象徴される情熱の国ブラジル。笹川会長はその大統領官邸にフィゲレード大統領を訪問されました。大統領は笹川会長と親愛の情を込めて挨拶。笹川会長の伝染病撲滅の長年の活躍に対して、保健医療面の功労者に贈られるブラジル最高賞勲金功オズワルド・クルーズ功労賞を大統領自らの手で贈られました。